あ、ハロー、どうもおはようございます。アニメリアク職人ことマジラ的にハマーです。現在2024年の7月24日水曜午前3時49分ですね。はい、もう3時前ぐらいからもう目覚めてました。今日は宇治フェスでね、パフォーマンスしてまいりますんで、その前にリアクション取っていきます。はい、僕の妻は感情がないの4話ですね、アベマ TV で見ていきます。先に軽く自己紹介、自分の本業は大道芸人でありパフォーマーです。ナイトスクープに依頼者で4回、月曜から夜更かし目覚まし日生放送、昨年世界丸見えテレビ特捜部でビートたけしさんと、今年は痛快明石家電視台で明石家さんまさんとテレビ共演、テレビは30本以上出ました。そして2022年には深田恭子さんと CM 業務まで走ってますけれども、現在もコロナの影響で全く仕事が戻らず、ほぼ無収入状態でアニメリアクターやってます。リアクター的には多分投稿本数日本一、間違いなく日本一が再生数の低さとチャンネル登録者数の伸び皆さん、これにずっと苦しんでますが、一日も休まず動画投稿を続けてます。ぜひとも応援お願いします。ではいきます。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからんタイミングで広告が入ります。申し訳ないですが、それを我慢しつつ同時視聴もしくは普通に視聴いただいた後リアクションだけ確認ということで、お願いいたします。ではいきます。3、2、1、スタート。え、なんか今回妻が水着に着替えたらやったっけ。1時か。あの指輪があるのにね。あの前回のこのシーが良かったね。ベアハグやん。あ、そうだ、大丈夫だね。うん、オッケー。寝起き全開の目ですません。完全に腫れぼったい状態。まあ今んとこは添い寝してベアハッグ食らってあいたたたやだね。あかりおもろかったな前回ね。妻が水着に着替えたら、あれこれ江ノ島ちゃんか。うん、まあチャーハン作れるもんね、水中で。
これがスーパーミーナかな。あ、これ見間違うんかな。間違うんか。聞き覚えある声やな。鈴代さんか？ちゃうか。違うな。体側だってね。スーパーミーナってだけでこんだけちゃうのね。結構バカなんじゃないかこれ。猫ちゃん。だいぶバカやな。どこまでいっとんねん。なんで水着ないのな、ほんなら。泣くんやね。あ、これか。あ、ああ、そうか、オープニングで映ってるよな、このショートカットの子かな。ああ、これやんな、絶対。あ、じゃあ少年か。な。おお。あ、そうなんや。ありゃ。
すごいな、さすがやね。うん、すごいね。ご主人に聞いたらアストロノート思い出すな。松陰ね。できることが多すぎるかゆえにないね。いや最初からそうせえ。気づくん遅っ。ごめんなさいが多いな。ロボットコン。通常さんじゃないな。三毛猫のオスがすごい珍しいのよね。 5% やったっけ。お兄ちゃん、キャラクター表出しとくか、ああ開けておいたまま。ドタバタやな、スーパーミナ。走ってるやん。僕の妻は感情がないわ。
キャラクター、あと。怪獣っていうかな。来ます。あ、片方外れてる。サイドテールになったな。これはこれで。リヒト。ああ。電話的なことやな、だから。400倍。ちびとかいたっけ？素直や。こうやったな。スマホがないよ。アニメ特有の砂の城ね。あれな、イカ焼き。タクシー。え、たくまで20、え、何枚だっけ？カードが入ってません。ああ、ここに入れたんちゃうの？違うんかな？ああ、違うんか。みなしり。容量いっぱい。あ、あ。
そういうこと。かばったね。いや、わかるやろ。あかりが取ったんじゃないとわからへんかったか。いいな、実はこれ友達たちと海に行ったという経験がございません。結構こうやった。寝たやん。ちゃんと抱きしめる力加減分かってんねんね、今度は。あ、寝た。あ、また。リヒト君は、誰や、田村睦美さんか、誰や。スーパーミラー、誰やろな。あ、芹沢優さんだね。あ、リヒト、あ、松田理沙さん、ほう。過激衝動で知りましたわ。杉本姉妹だから、え、じゃ杉本じゃない、それ杉本沢やな。あ、姉妹ならまわす元西園寺リヒトないね。ほんでちょっと今からキャラクター表を見ます。あ、スーパーミナオル芹沢さんね。終わったからでいいか。あ、次回ここがあったっけな、これ。あるわ。妻のくじ毛はパワフルです。はい、OK。うん。ということで、まずはね、添い寝をする中で、スーパーミーナちゃん、ミーナちゃんのハグがとんでもない、まあまあ、それはロボットやからね。あいたたたたって、ベアハグでしたわ。で、そっから、まあ、明かり、とまあ、3人で海に来た。で、あかりがまあ水着に着替えさせからって言って、どっかじゃない、着替えに行ったさところで、すく水を着たスーパーミーナが入ってきたと。まず、なんですく水なのな。まあ、そして、このスーパーミーナがまあ、ね、スーパーミーナよくやから、とんでもないこの高性能なんかなと思ってね、私、高性能ですから、なんかなと思ったら、まあ、ポンコツだったね。ポンコツすぎて面白かった。何ご主人と遊びに来たのに猫を追って迷子になったと。なんというアホなんだ。ということでね。まあそこからご主人探しになったということで。まあ、たくまも優しいね。そういうとこ付き合ってあげるのが。
まあ、当然戻ってきたスーパーじゃん、なんか間違うね、まあ、ミーナとアカリに関しては あれお兄ちゃんってなるわな、そら。でそこでまあリヒト君を発見、まあ、リヒトにちょっとこうけなされるような発言があって、アカリがなんやねんみたいになっちゃうけどね。まあもちろんミーナはノーダメージでで、スキャンができるってことだけど、まあ、海岸この全体が無理やからってことで、まあちょっとずつ行きましょうかと。でその頃スーパーミーナは、まあ、全部が見渡せる、まあ、あれは防波堤みたいなところに行ったところで、アリを見たり、カモメを見たり、猫を見たりとね、スーパーポンコツだったね。まあ、ただし、まあそのね、リヒト君に関してはそのお母さんが、スーパーミーナがいるにもかかわず人間の家政婦を雇ったか何かで、すごいところを見せたかったということだったけども、スーパーミーナは多機能すぎて、その選択肢をこう、選んでいくところからまず勉強をしていかなあかんわけね、学習していかなあかんわけや。それがまだできてへんということね。だからこっからスーパーミーナってすごいことになっていくんでしょうね、きっと。で、まあ、ようやくスーパーミーナがご主人リヒト君を発見、海に飛び込んで走っていたということで、タクマはまあスマホを置いて泳いで、まあ追いかけることになったと。で、失礼。まあそして合流して、まあ400倍の速さで会話をした中で、ミーナさんに失礼なことを言いましたねということで、まあリヒト君は素直に謝ると。まあリヒト君英語やったね、その辺がね。なんかその金持ち、生意気坊っちゃんじゃなくてよかったね。まあほんで、まあまあ、一緒に遊んで、めでたしめでたし友達になったものの、128GB の渡したメモリーカードに、まあ、ミーナの記憶が入ってた。だからあんだけね、タクマの写真があった。まあこれをまあね、お兄ちゃんのこと大好きやねんからということで、ミーナをかばってあげるということでね。うん、まあ美しい、兄弟愛というか、なんというかね、もう 見れたし、まあスーパーほっこり会と言ってよかったんじゃないかな。まあ、あとね、怒った明かりを止めようとして、父をわしづかみっちゅうね、サービスシーンがありましたね。ナイス父わしづかみでしたね、あれはね。うん、ランマやったら、ふにゃーって言うてるところでしたね。だし、まあ、今後、だから、このね、距離感とか分からへんけど、その家の距離感とか分からんけど、まあまあ、友達付き合いが始まるんでしょう、きっと。素晴らしかった。スーパーほっこり会でよかったです。はい、では、ちょっとキャラクター表を見ましょう。スーパーミーナ、CV、芹沢優。すべてを完璧にこなすことを目指した、汎用家事ロボット、MI-07S。ミーナシリーズの最高峰。一つのことに集中して思考することが苦手。うん。まあ、いわゆる多動性ってやつですな。ほんで、サイヨンジリヒト。松田理沙さんね。スーパーミーナの所有者、大人になりたいお年頃の少年。両親は蝶のつくお金持ち。ロボットと猫にしか興味がなく、友達がいない。あ、友達いいのかい。ロボットと猫にしか興味がない。まあ、極端やな、ほんで。まあ、だから、こっから、まあまあ、この、どうなの、準レギュラーなんかな、この、キャラクター表に載ってたことは。ね、このリヒト君の、まあ、成長というか、まあ、このね、ミーナと、タクマとアカリとね、こう、まあまあ、友達になったっていうことだから、また、どんどんこう明るくなっていきそうな、まあ、そういうところも見ていけるんじゃないかということで楽しみですね、非常に。いや、めちゃくちゃほっこりな回でした。よかったです。すげえよかったです。はい、ということで、僕の妻は感情がない4話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、また応援コメントなどよろしくお願いします。はい、ここからは、1分ちょいで自己紹介するんで、興味ない方はここで切ってください。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやっています。普段やればできる諦めない伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしてますが、現在コロナの影響で約4年5ヶ月仕事が全くない状態、貯金と節約生活だけでなんとか生きております。そんな自分の本業を知ってぜひ応援をしていただきたいんで、説明文にある URL をクリックしていただいて、できれば本業のチャンネル登録、応援もお願いいたします。そして、深田恭子さんと出たこの CM の URL も載っけてますんで、ぜひ見てください。アニメのリアクションもその他もろもろスタートして今日で1579日目、長いですね。ただこのチャンネルもっと
と長い2009年の4月の24日からパフォーマーのチャンネルとしてスタートしましたが、コロナの影響で一気に仕事がなくなり、いつの間にかこのチャンネルでアニメのリアクションをスタートしてしまってから約1年5ヶ月分、推定2000本以上、2021年の8月18日までのリアクションの動画を自らの手で削除させられるという地獄が始まってます。なんとか乗り越えたものの、今もずっと地獄で、冒頭でも言ったように再生数、チャンネル登録者数全く伸びず、正直しんどい、やめたい、これずっと言ってます。そうでもなおやればできる諦めないを伝えたい、そう思って一日も休むことなく気合と根性だけで動画投稿を続けてるんで、ぜひとも応援お願いします。以上、アニメリアク職人ことマジラ上限にハマーでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。